はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自助カードを配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、この前このラーメンをね食べたら、次の日の朝にね、ちょっとね、とんでもないことが起こりましてですね、血圧がめっちゃ上がったんですよ。いやーね、毎朝こう毎日ね、こう寝起きで血圧を測ってるんですけども、いつもよりこう血圧、最高血圧かが、20も上がってしまいまして、非常にね焦りました。まあ、ここのところね、その味噌汁のね、汁をね、こう飲み干さずにもいてるし、このソースやタレといった、あの味付けのためのね、調味料をね、使わずにいてるんですけど、そのたった一日の、たった一回の食事での、そのたった一回のラーメンを食べただけですね、こんなにも上がるとはね、思ってもみませんでしたね。まあね、きっとね、そのラーメンの塩分が原因だと思うんですよね。減塩ラーメンなんてね、何もんなんですかね。流行ると思うんですけどね。まあね、ラーメン好きな人はですよ。まあ女性もね、男性もたくさんいているからね、流行ると思うんですけどね。別にラーメン屋さんに食べに行ったわけじゃなくてですね、ご自宅で奥さんがちゃんと作ってくれたね、野菜も入ったね、普通のラーメンなんですけどもね。もちろんね、そのスープを飲み干したわけでもありませんし、まあでもしかしね、麺と具材だけでね、まあこれほど血圧が上がるとはね、そのお店じゃなくても、お店のラーメンじゃなくても、自宅で作ったラーメンでさえも、こんなにね、ラーメンそのものの塩分が血圧に影響してくるもんなのでね、まあそのね、コメント欄でね、以前にね、この塩分検査機か、塩分検査機っていうものが、ね、あるってね、教えてもらったんで、ね、ちょっと探しに行こうかと思います、チャリカスでね。薬局とかでね、普通に買えるみたいです。ていうかね、塩分って、まあ、例えば味噌汁でもラーメンでもね、そうなんですけども、こう、なんていうんですかね、こう水で薄めても、塩分濃度はね、変わらないんですよね。まあ、ただただ、その味噌汁の味やね、ラーメンの味がね、薄くなるだけであって、まあ、一度作ったもんは、料理のその塩分濃度はね、どんだけ水を入れても変わらないらしいです。皆さんも気をつけてください。ていうかね、水で薄まった味の味噌汁やラーメンはね、美味しくないからね、食べれないですよね。もう一回やったことあるんですよ。味噌汁濃いなと思ってね、水入れたらね、ただぬるなって、味が薄くなって、ああ、もう食べれたもんじゃないわ、ってなったこともね、あります。まあ、薄味とね、薄まった味とではね、そのようにね、全く別物ですからね、気をつけましょう。まあ、なのでね、この塩分、簡単に減らそうと思ったらですね、まあ、単純に食べる量を、ね、減らすことですね。まあ、濃い味の、ね、食べ物でね、まあ、これは塩分きつそうやなって思う食べ物はですね、まあ、少量にしとくんですよね。まあ、ちょっと残すとかね。まあ、でもその塩分のきつそうな食べ物ってね、美味しいんですよ。止まらへんですね。もうほんまに。だから小腹が空いた時に食べたくなる、そのポテチなんかもそうですよね。あれもパッと食べたらもう、あ、美味しいって体にこうじゅわーってこうね、味が染み渡るというかね、まああれもね、結構塩分は高いとね、言われてますからね。もうほんまに食べ出したら、もう一袋ペロッとね、食べてしまいますね。しかしね、今の僕はね、粘膜障害、口の中のね、ただれが痛いしね、まあ、まだまだその、唾液の分泌が出てくる量も少ないので、もうポテチを1枚食べるのにもね、もう一苦労なんで、今はもう全く食べてませんし、食べた後ね、辛いです、すごい。乾いて、すぐにこう、コーヒーみたいな、水みたいなね、やってしまいます。小腹が空いた時にね、食べるのはね、ポテチよりもね、このスイーツがいいらしいですよ、ほんまは。ほんまはっていうか、ほんまはか、まあ、わかんないですけども、まあ、書いてあったんでね、そうやって。その小腹が空いた時に食べるというかね、まあ、間食ですね。
まあ、そんな時に食べるせんべいとかね、ポテチなどの、まあ、スナック類はですね、糖分、油分か、ね、油分ね、脂肪分ですね。脂肪分を多く含んで、エネルギーとなってね、発散するものがちょっと少ないんですって。そのようなものはね、こう、まあ、だからその糖分と脂肪分というのはね、こう熱に変わらず、熱にならずにですね、こう脂肪として体にこう、ブカブカ蓄えてしまう、られてしまうらしいんですよ。ほんで、そのね、先ほど見ましたように観測するなら、ケーキのようなね、甘いものの方がいいみたいですよ。まあ、甘いものはね、この脳からね、脳みそからね、ドーパミンがこう出されてね、こう元気にさせてくれるしね、まあ、しかもその脳にはそのブドウ糖、ね、お砂糖とかと分解された後のブドウ糖がね、こう必要なので、せんべいとかポテチなど、スナック類よりは、そのケーキのような甘いスイーツの方が望ましいようです。でまあ、甘くでね、この美味しいからといってね、まあ、食べ過ぎたらダメですよ本当にね。そのまあ塩分とか体重とか、まあ、気にしてる話がね、このまあチャラになってしまいますからね。ケーキ食べ過ぎて太ってもんじゃないかってなって、そうなってしまいますんでね。でもその話で言うとね、まあ、ひょっとしたらラーメンも食べ過ぎたんかもしれないですね。まあ、普通にね、1人前やったと思うんですけども、食べた分量がね、まあ、ちょっとその麺を残してもよかったのかもしれません。まあその次回のね、ラーメンの日にはあんま食べ過ぎないようにして、まあね、その次の日の朝の血圧測定に臨みたいと思います。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいとってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。